皆さん、こんにちは。ことふみです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は、プーチン大統領が考えています、ノボロシアという言葉について知りたいと思いまして、あるアメリカのシンクタンクに寄せられた論考をご紹介したいと思います。こちらは少し昔のもので、2014年の5月2日に、 エイドリアン・バソラさんとアレクサンダー・フィッシャーさんのお二人による論考です。プーチンの大ノボロシア、ウクライナの八つ咲きというものです。こちらの論考をご紹介する前に、こちらのシンクタンクですが、フォーリンポリシー・リサーチ・インスティテュートと言います。ここは、 アメリカのペンシルベニア州フィラデルフィアに拠点を置くアメリカのシンクタンクで世界各地の地政学、国際関係、国際安全保障、民族紛争、アメリカの国家安全保障、テロ、シンクタンク自体に関する研究を行っているところだそうです。それでは読んでいきたいと思います。基本的に機械役になります。そして、こちら。 図表などもありますので PDF にしたものをことふみこりやまのメインチャンネルのメンバーシップに登録してくださっている方には英文と日本語に直したものをお届けするようにしたいと思いますそれでは始めますプーチンの第ノボロシアウクライナの八津崎2014年5月2日 4月17日、ウラジミール・プーチンは危険なほど広大な新しい概念をウクライナ危機に導入しました。その日のロシアのテレビの4時間の質疑応答のセッションで彼はノボロシアについて指摘しました。これは18世紀にオスマン帝国の衰退からロシア帝国によって征服された広大な領土です。この歴史的なノボロシアは 現在のウクライナ、クリミアを含むウクライナの約3分の1をカバーしていました。プーチンと彼の代理人によるその後のコメントと行動は、クレムリンの目標がかつてノボロシアと呼ばれていた土地に対する支配を確立することであることを再び明らかにしました。さらに、プーチンがこの地域の歴史的な境界をはるかに超えて、 ロシア語を話す人口が多い他の隣接する州を含めることを望んでいることは明らかです。ほとんどのコメンテーターとメディアは、プーチンによるクリミアの併合とドネツクとルハンシクのウクライナ東部の脅迫されたロシアによる乗っ取りに依然として焦点を当てています。しかし、モス,モスクワのレトリックと地上の両方ではるかに不吉な現実は、 プーチンがこれらだけでなく、いくつかの追加の州をキーウの支配から取り除き、併合またはロシアの支配下に置くための基礎をすでに築き始めているということです。名目上独立したノボロシア連合を創設します。アメリカと欧州の同盟国がこれまでよりもはるかに断固とした対抗策を講じない限り、 プーチンの計画はゆっくりと、しかし着実に展開し続け、数ヶ月以内にウクライナは解体されるか、ロシア圏に戻されるでしょう。プーチンの便利で広大な、歴史的には不正確ですが、ノボロシアの再発見には、クリミアに加えて、ドネツク、ルハンシク、ハリコフ、ドネプロペネロフスク、サボリージャ、ヘルソン、 ミコーラ・イフ、オディッサの各州が含まれているようです。彼がこのビジョンを実現できれば、モスクワは国会の北部沿岸全体を支配し、ロシアの現在の西側の境界からルーマニアとモルドバ、便利なことに校舎のすでに自己宣言された分離したトランスドニストリア州を含みますが、これらすべての州が、 ロシアに併合されるか、名目上独立した大ノボロシアの連邦を形成する場合、ウクライナの人口は4600万人から2500万人に減少します。これは、ウクライナの2013年の人口の45%近くを差し引くだけでなく、ウクライナの東部と南部の州が中央部と西部の州よりも はるかに工業化されていることを考えると GDP の約3分の2を差し引くことになります。これまでのところ、ウクライナに対するロシアの侵略に対する経済制裁も国際的な非難もプーチンの戦略に対してわずかな抑止効果をもたらしてはいません。代わりに彼は現在、キーウによる国の 東部州の小さなスライスの支配を着実に弱体化させています。現在は1日あたり2つまたは3つの戦略的センターの割合でロシアが数週間以内にクリミアの完全な支配を確立することを可能にしたのと同じペースとプレイブックです。これまでの実績を考えるとキーウの弱い政府と そのさらに弱い軍隊と治安部隊は、プーチンののぼろしや戦略を止めることは明らかに無力です。その間、西側の勢力は話し合いを続けますが、明らかに抑止力のない行動を取ります。米国とその欧州の同盟国が制裁と対策の飛躍的な進歩を管理できない限り、プーチンの戦略は、 おそらく威嚇するような動き以外の明白な大規模なロシアの軍事介入を必要とせずに、ゆっくりと、しかし着実に展開し続ける可能性が高いようです。ウクライナの国境に関して。これが起こった場合、ウクライナの地図が劇的に再描画されるだけでなく、ヨーロッパの全体的な地政学的バランスが決定的に変更されます。 そして言うまでもなく過去数年間にいくつかの共産主義後の国々ですでに懸念される侵食に苦しんでいるこの地域の民主主義の運命はひどく危うくされるでしょう。そしてヨーロッパを超えてプーチンは彼の新しいモスクワ支配のユーラシア連合の創設に向けて大きな一歩を踏み出すでしょう。これは コーカサスからソビエト語の中央アジアに広がる潜在的に大規模な地政学的及び経済的ブロックであり、明らかに否定的な世界的な影響があります。プーチンの大ノボロシアのビジョンとは、ノボロシア、文字通りニューロシア、新ロシアは歴史的に国会の北に位置し、 東のルハンシクとドネツクから西のオディーサまで伸びる現在のウクライナの非常に大きな部分を指します。ロシア、そしてその後のソ連は18世紀から1991年にソビエト連邦が崩壊するまでこの地域を支配していました。しかしソビエト時代にはロシアの直接の一部ではなく ウクライナ・ソビエト社会主義共和国の一部でした。しかし、不吉なことに、プーチンが歴史的なノボロシアの記憶を呼び起こした4月17日、彼はまた、ロシアが1922年にこの地域をウクライナに降伏させた理由を神は知っているとだけ叫びました。ほんの数週間前、プーチンは 1954年にクリミアをウクライナに組み込むというニキータ・フルシチョフの決定を非常によく似た形で説明していました。類推はあまりに明白に思えます。さらに歴史的異常を修正するというプーチンの概念が十分に驚異的ではなかったかのように彼はノボロシアの説明をすぐに拡張して実際の歴史的境界をはるかに 超えたた領域を含めましたその歴史的な地域の一部。さらに、プーチンと彼の強硬な外務大臣セルゲイ・ラブロフは、クレムリンの多作な宣伝機とともに、ウクライナ全体の多数のロシア人に焦点を当てることによって、ロシアの介入を正当化しようと定期的に試みています。ラブロフはまた、モスクワにはウクライナのロシアの 市民を保護する権利があると繰り返し主張しており、従ってノボロシアの新バージョンを非常に広範に定義することに賛成するさらなる議論を追加しています。プーチンの動機とロシアの大戦略とは、ウラジミール・プーチンのウクライナ戦略は、生存、帝国、遺産の3つの目標にとって、3つの目標によって推進されています。 何よりもまず、プーチンは、ウクライナの運命を、彼自身と彼と彼の内輪が過去15年間で徐々に再建してきた、権威主義体制の両方にとって存在する問題であると考えています。2004年のオレンジ革命は、プーチンがロシアで反響を読んだことと、ウクライナがロシアの南西の長い国境で、長期的な民主的拡散の 主要な原戦になりつつあることから、プーチンにとって大きな衝撃でした。しかし、プーチンにとって幸いなことに、この革命の輝きは、その指導者が就任し、改革派の約束を果たせなくなった後、すぐに消え去りました。当初から、ウクライナのビクトル・ユシチェンコ大統領とユリア・ティモシェンコ首相の間で争いがありました。 改革は延期されました。ウクライナ経済は下向きにスパイラルし、汚職は多くし続けました。ユシチェンコの大統領職が2010年に終了するまでに、多くの不代入れ資格者はビクトル・ヤヌコビッチを好ましい代替案と見なすようになりました。ヤヌコビッチはまた、モスクワからの実質的な財政的及び政治的技術の支援から、 恩恵を受けたと伝えられていますプーチンにとってヤヌコビッチはロシアとの強力な貿易と財政関係を維持しモスクワに対して適切な敬意を示しとりわけウクライナを NATO から遠ざける可能性が高いため西側志向のオレンジ指導者の有望な代替案でした。しかしかあまりにも多くのウクライナ人がプーチン ヤヌコビッチの逮捕に従うことを望まなかったことが判明しました。ヤヌコビッチが2月21日にキーウから逃亡した時、クレムリンにはオレンジ革命の第2波がウクライナを支配したように見えたに違いありません。プーチンは間違いなく怒りに震えましたが、恐怖もありました。ウクライナで可能な限り多くの支配を再主張するために全力を尽くすという プーチンの2番目の原動力は、ロシア帝国を回復するという彼の目標と彼の個人的な遺産を磨くという彼の目標を組み合わせたものです。プーチンがロシアをかつての帝国の栄光に戻そうとしていることは十分に明らかであり、そうすることで史上最高のロシアの指導者の一人としての地位を確保しようとしています。 2005年の演説でプーチンはソビエト連邦の崩壊は20世紀の最大の地政学的悲劇であったと述べたことは有名でした。ソビエト連邦に関するプーチンのコメントはノボロシアの現在のビジョンと合わせてウクライナ危機が小規模な紛争ではなく単にウクライナ東部と西部の間の 内部の政治的問題ではないことを西側に明確に示すはずです。むしろウクライナを支配するための事実上の戦争が始まりました。そしてウクライナは旧ソビエト連邦の可能な限りロシアの派遣を再確立するというプーチンの戦略計画の一部にすぎません。そしてこれは非常に重要なものです。したがって 主要な世界的大国とししててののロシアの役割を再確認していますクリミア・プレイブックの繰り返しとはウクライナでの彼の戦略は非常に野心的ですがプーチンは最も効果的な戦術は一度に一つのステルスステップを進めることであると明確に確信しています。彼は西側の勢力に 真に苦痛な対抗策に衝撃を与えないように可能な限り明白な軍事介入を避けます。プーチンは明らかにウクライナ東部でクリミア半島のパターンを繰り返しており、その最も重要な東部州であるドネツクの12以上の主要な場所の事実上の支配を既に確立しています。これはウクライナで最も工業化された州であり、 人口は74.9%でロシア語を話しロシアとの産業関係は非常に強力です。ロシアのステルス買収によって最もすぐに脅かされる次の3つの州はロシア語を話す人が68.6%のルハンシク48.2%のザボリージャです。 ロシアとクリミアの間に陸橋、陸の橋を作るためにロシアがドネツクと一緒にそれを管理する必要があるため24.9%のヘルソンもロシア語を話す人の割合がい低いにもかかわらずすぐに絶滅の危機に瀕しているリストに含まれています。モスクワの観点からのさらなる好ましい要因はヘルソンがドネツク、 ザボリージャルハンシクの一部とともに主に歴史的なノボロシアの教会内にあることです。これらの4つの州を超えてルハンシクとハリコフの2つの隣接する州ロシア語を話す人口の44.3%がここにいますがここへのロシアの大規模な侵入がすでにありました。そして、先にに、述べたように プーチンはまた不正確ですが、ハリコフはノボロシアの一部であると公に宣言しました。上記の6つの州の西には、それぞれ29.4%と41.9%のロシア語話者がいるミコーライフとオディッサがあります。戦略的な港湾都市オデッサは、クリミアのプレイブックの特徴である 同じタイプの反キーウの動揺と分離独立運動の組織化をすでに見ています。アメリカのジャーナリストであり外交政策の民主主義研究所の編集者であるクリスチャン・キャリルは最近、ノボロシア自治州の見通しに興奮しているおでさんにインタビューしました。彼はある市民が次のように叫んでいると述べています。 そのような利点で誰がロシアの一部になる必要がありますかヨーロッパの基準によるとそれはすでに適切な規模の国です。言語・民族性及び態度についてこれらの東部と南部の州に介入するロシアの権利を主張する際にモスクワがロシア人の最大の定義を使用することは明らかです。 これはロシア人の数ではなく、ロシア語を話す人の数を数えることを意味します。これらの州のロシア人の数は、ロシア語を話す人の数よりはるかに少ないので、これはプーチンの利点です。さらに、東と南に進む多くのウクライナ人は、ロシア語を母国語として認めているだけでなく、さらにかなりの割合がロシア語を流暢に話します。 これは、モスクワがこれらの州の併合、またはノボロシアの拡大版で、実際にはモスクワに従属します。プーチンは、ロシアのウクライナへの侵入を正当化するために、民族的及び言語的な違いを助長するだけでなく、既存の視点と態度の違いに基づいて、製造された対立と不満に基づいて、 ウクライナ東部と西部の間に「的的な亀裂を作りり出すすためにに体系的に取り組んでいますベーシック・サーベイ」が実施した最近の世論調査によるとウクライナ西部と東部の間の言語的および民族的区分は次のようなさまざまな問題に関する2つの地域の見解とも相関しています。 世論調査によると西ウクライナ人の94%以上がクリミアでのプーチンの行動が侵略を構成すると信じていましたが東ウクライナ人の44%だけが同じことを信じていました実際ウクライナ東部の45%はクリミアでのロシアへの参加に関する国民投票はクリミアの住民が クリミアの将来について、意見を表明する正当な権利であると信じていました。ウクライナ西部の市民の六十六パーセントは、ユーロ・マイダンの出来事を前向きに見ていると述べましたが、ウクライナ東部の市民の七パーセントだけが同じことを述べました。ウクライナ西部の市民の三十四パーセントが、次の大統領選挙で。 チョコレート・オリガルヒであるペトロ・ポロシェンコに投票すると述べましたがウクライナ東部の7%のみが同意し11%が連邦化を支持する立場をとっているヤヌコビッチの地域党の元メンバーのセルヒー・ティヒプコに投票すると述べました。おそらく最も重要なことは、ウクライナ東部のの市民の59が 欧州連合への加盟に賛成している20%とは対照的にロシアの関税同盟の加盟に既に賛成していることです。プーチンの理想的な「大ノボロシア」「ハリコフ、ドネツク、ルハンシク、ザブリジア、ヘルソン、ドネプロペトロフスク、ミコーライフ、オディッサ、クリミア」「の総人口は 約2100万人になります。これはロシア、ベラルーシ、アルメニア、カザフスタントの関税同盟へのかなりの潜在的追加であり、プーチンのロシアに欧州連合に対するさらに強力な経済的影響力を与えるでしょう。ロシアのジャーナリスト、ユリア・ラチニナは、 クリミアとウクライナ東部でのプーチンの戦略は政府が情報を管理し、歪曲してロシアと親ロシアの分離主義者を犠牲者とする新しい軍事戦略とみなしています。彼女はこれは軍の勝利を達成することよりもはるかに重要であると主張しています。このシナリオで勝者を出すために敵を撃つ必要はありません。 あなたがしなければならないのは、自分の部下を殺すか、他の人を殺すように仕向けるだけです。そして、それに付随するすべてのメディアが、スピンする敵による攻撃行為としてそれを描写します。このメディアのスピンにより、東部州の状況を拡散させようとするウクライナ政府の試みはすべてひどく裏目に出ました。モルドバとそれ以降への影響について、 プーチンが大ノボロシアという野心的なビジョンを達成したとしても、プーチンがオディッサに立ち寄るという保証はありません。実際逆の可能性が高いようです。モルドバも直接脅かされるでしょう。3月、トランスドニエストリアの分離主義者の事実上の政府はロシア連邦への返入を要請しました。従って、 プーチンはクリミアで成功し、ウクライナ東部のトランスドニエストリアで働いているのと同じ戦略を簡単に繰り返すことができました。この離脱地域はモルドバから独立し、ノボロシア連邦に加わる可能性があります。このエッセイの範囲を超えて、モルドバの弱い残存国家、 またはウクライナ中部と西部の推定上の残存国家に対するこのシナリオの潜在的な影響について議論します。ウクライナと西西側がウクライナ東部のロシアのブレイに対して断固たる行動を取らない場合、東ヨーロッパ、コーカサス、または中央アジアのロシア語を話す少数派の州は解体、または それを回避する代表代償としての事実上のロシアの支配に入りますプーチンを止めることはできますかキーウの現在のウクライナ政府がこのゆっくりと着実な国の解体を阻止するかもしれないという現実的なシナリオを想像するのは難しいです新ロシアの分離主義者がウクライナ東部全体の政府の建物を 面積で応酬することに成功したことを考えると現在のウクライナ政府にはどのような選択肢がありますかウクライナがその州の斬新的なスライスに対抗するために真剣な軍事的努力をすることができればモスクワはキーウで西側が先導したファシストに結果として生じた流血を非難し おそらく軍事的に介入して、親ロシアの分離主義者の勝利を保障するでしょう。彼らは現在、反秘密の軍事支援を先導し、支援しています。プーチン大統領はすでに、東部でのウクライナにごくわずかな反テロ対策に憤慨を表明しており、これらの行動を重大犯罪と呼んでいます。 ウクライナがロシアの領土への侵入に対抗するのに効果がない可能性があることを考えると、ロシアの侵略の増加と帝国主義の野心に対抗する上で、西側にはどのような選択肢がありますかアメリカ、その NATO の同盟国及び欧州連合には2つの基本的な選択肢が残されています。1つ目は、 事実上の黙認の現在のパターンを継続することです。西側諸国は現在の公的避難と軽微な経済制裁及び経済制裁を継続することができます。もしそうなら、プーチンはロシア経済への犠牲にもかかわらず、ほぼ確実に西側の制裁を無視するでしょう。したがって、 彼はウクライナ東部と南部を分離して連邦化するか、それをロシアに組み込むという彼の計画を着実に前進させるでしょう。大体案は西側が真に深く従って相互に苦痛な経済制裁を実施し、ロシアの石油とガスの輸出と収入を大幅に減らし、外国投資を損ない、その国の経済に 大混乱をもたらすことです。これには特にロシアとの貿易関係が強い欧州諸国の間でこれまでに見られたロシアに対する制裁強化に対する中途半端な欧州の支援をはるかに超えることが必要になるでしょう。そして、プーチンと彼の支配するエリートが経済的苦痛から隔離されていることを考えると軍事的決意の強力な も必要になるでしょう米国はヨーロッパに駐留する軍隊の数を少なくとも2倍にする必要があり現在は冷戦中わずか6万6,000 40万 NATO は数千のヨーロッパカナダアメリカの軍隊をポーランドの東の国境とバルト共和国そしてルーマニア北東部へ 軍隊を駐留させることが必要でしょう現在のところ西側はこれらの NATO 加盟国を防衛するという条約上の義務にもかかわらず東ヨーロッパの防衛にかなりの数の軍隊を投入してはいません4月23日アメリカは軍事演習の一環として150人のアメリカ軍を派遣しそのうち 450人が参加する予定でしたしかしこれらの150人の軍隊はウクライナ国境に駐留しているロシアの4万人の兵士によって歪症化されていますプーチンの広大な観点からこれらのマイクロエクササイズは彼が数万人の軍隊を巻き込んだウクライナの近くで軍事演習を行った時に嘲笑されています プーチンは西側諸国による決意の相応の章以外には何も阻止されないでしょう。西側がプーチンの宣戦線布告されていないキーウとの戦争に真剣に強い立場を取り、ウクライナの統一と独立を維持することを約束しない限り、プーチンは現在のステルス征服の道を歩み続けるでしょう。彼は 来ロシアの再建に向けた一歩としても、ノボロシアの独自のビジョンを実行します。これは、ウクライナをはるかに超えて、積極的な傍聴主義を継続し、西側とその民主主義を打ち破ることに専念する世界の舞台で主要な役割を果たします。以上、こちらは2014年のアメリカのシンクタンク、 のサイトに発表されていた論考でございました。それではまたありがとうございました。